ナハトの4体の悪魔には魔法がないのかもしれません。どうも皆さん、チャオモカです。ということで今回はナハトの4体の悪魔についてお話をしていきたいなと思います。ナハトに関してはね、影魔法を使っているというところと、ユナイトによって4種類のモードがあるっていうところが、主にね分かっているところっていうので、元々のねナハトの魔法っていうところに関してはやはり影魔法じゃないっていうところが有力な感じがするんですよね。それこそナハトを最初に見た時のジャックの反応ですよね。確かお前の魔法はみたいなことを言っていたので、つまりあれっていうのは元々ナハトは別の魔法を使っていたっていうふうに考える方がそれっぽいんですよね。っていうところで、今はその魔法を使っていない、なぜならナハトのセリフでそいつはもういないっていうようなことを言っていたので、あれはまさしくそいつはいないっていうのは、その魔法を使っていたやつはもうすでにいない、だからこそその魔法は使わないっていうふうに繋がってくると思うんですよね。でこの影魔法っていうのが誰の魔法なのって考えた時に、最初ね4体の悪魔がついているっていうのが判明するまではギモデロの魔法なのかなっていうふうに僕は思っていたんですが、そうじゃないんですよね。もしこれがギモデロの魔法であれば、やはり他の悪魔と一緒に使うことはないと思うんですよ。っていうところで、この影魔法の使い方ですよね。ユナイトした時に悪魔と同化していく、そして影魔法に悪魔の特性を付与していくことによって、それぞれのモードに特性を与えていくっていう風になっているんですよね。それこそ今回使っていたモードフェリスっていうところに関しては俊敏っていうところになってるんですよ。あと一つね、鳥の悪魔っていうのがいるので、そこのね特性が何になってくるのかってところでね、翼生えて空飛んでなんかしていったら面白いなって感じもしますけど、その残りたの悪魔に関しては今ラルフと一緒にいるので、今回ねユナイトを使っていくのかどうかっていうのは、なんか微妙な感じもしますが、この鍵魔法ってところに関してはもともとナハトが持っていなかった、そして悪魔付きになる時に手にしたものだと思うんですよね。じゃあこの4体の悪魔のうちのどれかの魔法が鍵魔法になってくるのかって考えると、なんか違う気がするんですよ。っていうところに関しては、以前の動画でねナハトの本名ですよね、ナハトファウストっていうところで、このファウストっていう部分からできる考察っていうのを以前出しているので、そちらねチェックしていただければと思うわけなんですが、その動画でメフィストフェルスっていう名の悪魔の話をしたわけですよ。このファウストっていうところからヨハン・ファウストっていうところに繋がってくる、そしてこのファウストっていう人物とメフィストフェルスっていう悪魔は契約をしてるんですよね。っていうところでナハトとこのメフィストフェルスっていう悪魔が繋がってくるんじゃないかっていうふうに思うんですよ。でこのメフィストフェルスっていう悪魔とナハトっていうのが最初に契約をしていったんじゃないかっていうふうに思うんですよ。でその時にナハトの元々の魔法っていうものを失って、影魔法という新たな魔法をこのメフィストフェルスから与えられたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。このメフィストフェルスってところに関しては、悪魔との契約っていうところでやはり魂を奪っていくわけなんですよ。でもね、魂を奪っていったとすれば、ナハトのね魂がないっていう風になってくるので、それによってね核と性格が変わっているという可能性もあるんですが、なんかこの魂というよりは別の元々持っていた魔法を失っていくっていうね考えても、なんかそれっぽい感じがするんですよね。魔導士からしたらね、自分の魔法とグリムワールっていうのはとても重要なものになるわけじゃないですか。っていうところで、自分の元の魔法と元々持っていたグリムワールっていうのをもう引き渡して、新たな影魔法と影魔法のグリムワールっていうのを授かっていったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。じゃあナハトは実際5体の悪魔付きっていう風になってくるのかっていうところなんですが、ナハトについている4体の悪魔って他の悪魔と比べた時に見た目が全然違うわけじゃないですか。それこそね、なんかお面をつけているっていうのもあるので、リーベに関してはねあんな面つけてないし、ザグルドに関しても面なんかつけていなかった。で今回出てきたねなんか2体の悪魔に関しては、ナハトの悪魔とはまた違うんですが、亀みたいなやつをねつけていたんですが、ナハトについている悪魔に関してはねなんか白い面みたいなのねつけていたっていうのがあるので、なんかそことはねちょっと違うのかなっていうの感じもするんですが、この4体の悪魔っていうのがもともとメフィストフェレスという悪魔についていた部下たちなんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。メフィストフェレスという悪魔がいる、そしてそいつについていた4体の悪魔っていうのがナハトの力として一緒についていったんじゃないかっていうふうに思ったりもするんですよ。もしかするとね、メフィストフェレスっていう悪魔とナハトが戦ったとか、戦った結果メフィストフェレスから力を奪っていった、それによって部下としてこの4体の悪魔を刺激してるみたいな、そんな感じの展開があってもね、なんかおかしくない気がするんですよ。だってこの4体の悪魔とナハトの関係ってもう完全な上下関係がね出来上がってるわけですよ。キモドルに関してはねナハトの旦那っていう風に言ったりもしているので、そう考えると完全なる上下関係なんですよね。ナハトの方が上、キモドルたちの方が下っていうところでね、もちろん10万の儀の結果っていうところではあるんですが、そう考えたとしても、この関係
形っていうのが気になってくるし、4体の悪魔の見た目っていうのも気になってくるんですよ。っていうところを考えたりとか、先ほど言ったこのメフィストフェレスっていう悪魔の子分だとすれば、地位的に考えてもね、そんな上の方ではないと思うんですよ。それこそね、ルチフェロたちのような最上位っていうところだったりとか、ザグレドの上位っていうところではないと思うんですよね。で、まあ他に注意の悪魔とかね、怪の悪魔っていうのがあるんですが、この4体の悪魔に関しては地位がそこまで高くないからこそ、まあ、魔法を持っていない、もしくは魔法を持ってるけど戦闘向きの魔法じゃないからこそ4体の悪魔の特性っていうのを活かしてるんじゃないかっていうのを思ったりもするんですよね。やはりこの4体の悪魔というところに関してはだいぶ前にも出してるんですが、ブレーメンにね関わってくる動物たちっていうところで、なぜこの4体の悪魔がね動物モチーフなのかっていうところも気になりますよね。今まで出てきてる悪魔ってあの4体以外動物モチーフの悪魔っていうのはいないので、リーベに関してもザグレドに関してもルチフェロに関してもメギキュアに関してもゼノンについてる悪魔に関してもどの悪魔を見ても動物がモチーフのものってないんですよね。っていうのを考えると、あの4体の悪魔に関してはなんか特別な感じがするんですよ。それこそ打天使っていうところに繋がってくるんじゃないのかっていうのは動画を以前に出したりもしてるんですが、まあもしくはもうほんまにチンチクリンのチビスケたちだからこそ魔法がしょぼいみたいなね、魔法がしょぼい代わりにそれぞれの特性がかなり生きているみたいな、でその元々の親分だったメフィストフェレスっていうのと力を合わせることによってめちゃめちゃ強い力を発揮していた。そして今ナハトがその力をもらっていることによってギモデロたちっていうのはナハトと協力することによって最強になってるんじゃないかっていうふうに思ったりもするんですよね。それこそね、アスタとの修行の時に見せたギモデロとのユナイトですよ。あの時もねモードカリスっていうところで分身したりしていたわけですよね。その辺とか特性っていうのがかなり強い感じがするんですよ。ただ攻撃にねそれがうまく活かせるのかって考えるとなんかそんな感じはないので、やはりこの特性っていうところを考えたりとか、このね4体の悪魔の特徴とかを見てみると、そこまで強くない悪魔だからこそ、まあ、そいつらの魔法を使っていない、もしくは魔法がないっていうところに繋がってくる気がするんですよね。だからこそ自分の影魔法に悪魔の特性を付与するっていう形で活かしてるんじゃないかっていうふうに思ったりもするんですよ。でまあいつかねこのナハト自身の魔法がね出てくるのかどうかっていうところで気になったりもするんですが、ナハトにはねまだ明かされていない過去っていうのがやはり多いと思うんですよ。それこそ兄弟のね思い出とかも回想シーンで描かれたりもしてるんですが、そこに関してはね全く触れられていないところなので、まあ、その辺とかが明らかになってからナハト自身の本当の魔法っていうのが明らかになってくる、そしてどっかの展開でその魔法を取り戻して元のナハトの人格に戻っていくみたいな、そんな感じの展開があってもおかしくないんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですよね。はい、ということで今回はナハトの悪魔についてお話をしました。ぜひねこれに伝えかもところもしたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタン、当時のアトロ舞台よろしくお願いします。それもまた次の動画でお会いしましょう。開くんだってそれとなく溢れる情熱。